俺からも伝えたいことあるぜ。傘じゃねえよ。おい、誰だお前。いけんのかよ。いけんのか。なんかやるだろ。はいどうも皆さんこんにちは、ゆみです。埼玉県蓮田市の成人式会場にやってきました。今回はヤンキー歌うまドッキリ in 成人式。今回のゲスト、成人式実行委員会の皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。なんと皆さんもね、今年20歳迎えられたということで、今回どのような思いで成人式を開催されるんですか？コロナでちょっと私たち行事とかがなかなか行けなくて、思い出も少ない感じなので、ちょっと蓮田市の成人式を思いっきり盛り上げてほしいなって思います。なるほど、よろしくお願いします。はい、お願いします。でも今回告知ないんですよね？何も書いてないです。何も書いてないです。はい、何もなるほど、この中に入っていくともらえればと思います。怖いわ。心強い姉貴を呼んでるんで、じゃあ姉貴、お願いします。いけますよね、姉貴。入れさせていただきます。はい、よろしくお願いします。では行ってみよう。GO。これからの未来、地域、そして日本に対して皆様の力をぜひ、だからこそ皆様の人生、本当に好きなことをやっていただきたい。これは決して皆様を突き放したい、公認したいとして言っているのではないか。20年間の感謝の気持ちをしっかり大切な人に伝えてほしいということです。普段恥ずかしくて言えないことも今日なら言えるはずです。感謝を申し上げます。俺からも伝えたいことあるぜ。自分だけ。傘じゃねえよ。おい、誰だお前。久しぶり。Oh, oh, oh.
何の味です？何これ？カスの味です。何が美味しいか分からない。